皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。日本が海外に誇る文化の一つである着物、日常的に着ることは少なくなりましたが、成人式や大学の卒業式、結婚式などの節目の行事に着る機会はあり、今なお日本人に愛されている伝統です。そんな着物が19世紀のヨーロッパで流行していたことはご存知でしょうか。きっかけとなったのはジャポニズム。19世紀中頃の万国博覧会への出品などをきっかけに、浮世絵などの日本美術や着物が注目され、ヨーロッパの芸術家やデザイナーに大きな影響を与えました。西洋の上流階級は美しくて物珍しい着物をこぞって着たがるように、なんと当時のスペイン国王までもが着物を着ていた記録が残っているのです。今回は19世紀の西洋で起こった着物ブームについてご紹介しましょう。着物の歴史。着物の起源は小袖と言われる袖口が小さい着物。小袖は庶民を中心に発展しました。小袖の起源は弥生時代まで遡ると言われています。弥生時代、男性が着ていたのは一枚の布を体に巻きつけた寒布衣、女性が着ていたのは穴に頭を通した寒冬衣でした。古墳時代になると衣服の形は変化。男性はズボンのような衣服、女性はスカートとツーピース型の衣服を着るようになりました。飛鳥、奈良時代には明確な身分制度が誕生。支配階級が手足の隠れた動きにくい服装であったのに対し、労働階級の庶民は小袖を着ていました。この時法律で定められた右前の襟合わせは現代まで引き継がれています。着物の歴史が大きく変化したのは平安時代。それまでは支配階級の下着に過ぎなかった小袖が上着として使用されました。現在のような形の着物が生まれたのは平安時代になってからだと言われています。庶民が着る動きやすい小袖に対し、支配階級の着物は大袖と言われ、袖口が縫われていない形に進化。大袖を何枚も重ねて着る十二人絵は平安時代の支配階級の象徴でした。鎌倉、室町時代に着物という言葉が初めて誕生。これは袂付きの小袖が着られるようになってきたためで、筒袖がついた小袖との区別のために袂付きの小袖を着物と呼んだのがきっかけです。この時代には公家以外のほとんどが袂付きの小袖を着用、小袖イコール着物という認識が一般的になり、後の時代まで続くことになります。江戸時代には身分ごとに着物の素材や色に制限があり、身分による着物の違いが顕著に。例えば裕福な商人が豪華な刺繍の着物を着る一方で、庶民は四十八茶百ネズミと呼ばれる落ち着いた渋い色の着物しか認められませんでした。そこで庶民は着物の柄や帯の結び方を工夫しておしゃれを楽しんでいたといいます。また武士の制服とも言われるのが紙下。朝の生地を糊で固めて肩の部分を張り出させた上着と袴の総称で、班ごとに模様が決まっていました。紙下の発達によって着物全体の技術は飛躍的に伸び、着物そのものが美術工芸としての価値を高めていくように、家の財産として着物を親から子に伝えていく風習が根付いていきました。明治時代になると庶民でも上流階級のものだった着物を自由に着られるようになりました。着物にレースや洋傘を合わせるような和洋折衷のスタイルも登場。着物をファッションとして楽しむ人々が増えました。ジャポニズムと西洋における着物人気。19世紀後半に西洋で巻き起こったジャポニズム。ゴッホやモネ、ホイッスラーなどの画家は着物を着た女性を題材にした作品を描いており、日本の着物のイメージは昔から西洋に根付いています。特に有名なのが1876年のクロード・モネの作品ラ・ジャポネーズ。
赤い艶やかな着物を着た妻の上井が扇子を持ってポーズをとった姿は、一度は目にしたことのある人が多いのではないでしょうか。壁には何枚もの内輪が貼り付けられており、着物の模様には侍の絵柄、着物の質感の表現が素晴らしく、モネの描写力の凄さを改めて感じられる作品となっています。モネの肖像画としては極めて異質な作品ですが、230cm×142cm の大作で大変な高値で売られたそうです。ジベルニーにあるモネの家に残されているのは233枚もの浮世絵。モネが日本趣味に深く傾倒していたことがうかがえます。モネのラ・ジャポネーズよりも古い作品ですが、ホイッスラーの陶器の国の姫君にも着物姿の女性が描かれています。うちわを持った着物姿の女性を中央に配置し、背景には花鳥風月の屏風と黒い花瓶、床には御座のようなものが敷かれています。日本的なアイテムだけで構成された珍しい作品です。また西洋各地で開催された万国博覧会を通じて、着物は女性たちの憧れの的になりました。1890年代のリヨンのテキスタイル織物には日本の衣装デザインが頻繁に登場。ファッションが現代の開放的なものへと脱皮しようとしたこの頃、着物のゆとりとシンプルさはファッション業界に大きな影響を与えました。パリの上流社会には粋で最先端なモードとして、日本から輸入した着物を縫い直したドレスやビジット、コートが登場したそうです。20世紀に入ると着物は室内着として西洋を賑わせました。その背景にあったのは上流社会の服飾のプロトコル、外交儀礼のルール。日本の美しい着物は人気があり、身につけたい西洋婦人は後を絶ちませんでした。社会的なルールが多い中、もっと気軽に着物を楽しみたいと思った女性は、緩やかで自由な室内着として着物をガウンのように身につけたのです。上質な絹の着物は肌触りが良く、着物は貴婦人たちの間で大流行。当時のそのような貴婦人たちの姿は、ルノワールなどの印象派が多く作品に残しています。また20世紀初頭のパリのデザイナーたちは、着物のしなやかな着姿に注目しました。浮世絵美人の打ち掛けや着物姿に似たシルエットのドレスやコートが1910年前後に次々と登場。後ろ襟を引き下げて襟足が出るように着る和服の着付け方である抜き絵紋の着こなしや、豪華な帯を思わせるディテール、細かい部分の装飾も流行しました。さらにビオネやポワレといった当時の先進的なデザイナーたちは、 T 字型の着物の裁断法に注目。1920年代のファッションは長方形の布を縫い合わせた直線構成の筒型となりました。つまり立体性を追求する西洋の衣服の伝統的な裁断方法に新しい方法論が持ち込まれたのです。着物の影響は単なる異国趣味という表層的なレベルにとどまらず、ファッション全体にまで及ぶことになりました。海外のネット上で話題になっていたスペイン国王の着物姿。海外のネット上に19世紀のスペイン国王アルフォンソ13世と母のマリア・クリスティーナが着物を着た写真が投稿され、スペイン国王は日本好きだったと話題になっていました。1886年5月、アルフォンソ12世の唯一の男子として生まれたアルフォンソ13世。父王はすでに亡くなっていたため、生後間もなくスペイン国王になりました。アルフォンソ13世はしばしば社会改革の努力を行ったものの、途絶えることのないテロの中で政府高官は次々に暗殺される事態に。統治の形態はますます旧来の抑圧へと傾斜を深めていきました。また混沌とする国内を鎮めるため、イタリアに倣って1923年にプリモ・デ・リベーラ将軍を登用。権威主義体制による王権維持を目指しました。しかしプリモ・デ・リベーラ失脚後の1931年に行われた自治体選挙の結果、
アルフォンソ13世は国外亡命に追い込まれることに。後に亡命先のローマで死の直前に退位し、名目上の王位を四男のフアンに譲りました。このように数奇な人生を歩んだアルフォンソ13世ですが、1921年にパリで後の昭和天皇となる日本の皇太子と昼食を共にしたそうです。このエピソードは長く不明となっていましたが、アルフォンソ13世の孫のフアン・カルロス1世が1980年に来日した際、昭和天皇自身が、私は皇太子時代の欧州訪問中にあなたのおじいさんにご馳走になったことがありますと明かしたことをきっかけに詳細が明らかに。スペインと日本の関係の緊密化に寄与したといいます。このように日本好きな逸話をいくつか残しているアルフォンソ13世ですが、スペインではあまり知られていません。19世紀のジャポニズムの時の着物姿を見て初めて彼の存在を知ったスペイン人も多かったようです。そんな日本好きのアルフォンソ13世に対して、スペイン人からは多くのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。当時の国王は日本オタクだったのかよ。昔から日本の文化が西洋に輸出されていたなんてすごいね。1800年代の西洋はジャポニズムの時代。フランス、イギリス、ドイツ、スペインの上流階級の間では茶道から調味料、建築、装飾に至るまで大人気だったんだ。1854年にペリー提督が日本を開国させたおかげだよ。最高のポートレートじゃないか。1890年代に世界中がジャポニズムに夢中になったように、現国王の曽祖父も屈服してたのがすごく嬉しい。彼は一番面白いスペイン国王だよ。世界初のコスプレイヤーだね。この国王は時代を先取りしていたんだよ。天正時代と慶長時代に行われた外交遠征のおかげで、スペイン帝国国王のフェリペ2世も日本刀などの武器にはまっていたよ。16世紀にマニラガレオンが建造されてから着物がスペイン人の間で流行っていたからだよ。まとめ。19から20世紀の西洋人を虜にした日本の着物は現在も世界のファッション界を刺激しています。海外の人気デザイナーたちはアイデアの源として着物に着目、様々な角度から彼らの創作に反映させています。2018年春夏コレクションでは、ジョン・ガリアーノが豪華でカラフルな古い帯地を使ったメンズコートを発表。2017年秋冬コレクションで発表されたクリスチャン・ルブタンの布製ブーツには、江戸時代後期の着物に着想を得た竹や梅、鶴の絵柄が登場しました。トム・ブラウンの2016年春夏コレクションのメンズスーツも非常にユニーク。彼は真面目な正統派のスーツに着物の文様をグラフィカルに表現し、ポップな現代性を与えました。このように昔も今も日本の着物は世界から注目されているのです。長い歴史に磨かれた日本が世界に誇る服飾文化である着物、しかし現代の日常生活では洋服が中心となっており、着物を着る機会はめっきり少なくなりました。日本には昔から伝わる正月、七五三、成人式、七夕、夏祭りなどの着物にふさわしい伝統や文化が数多くあります。そのような着物を着る機会を積極的に見つけ、着物の素晴らしさを次世代へもしっかりと伝えていきたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。